ペリコの居場所が分かった。あのクズから暗号キーを手に入れて、ブションラジオを自由ボリビアラジオに変えるわよ。俺が操縦する。敵がいるぞ。また敵だ。こっちにカルテルのメンバーがいる。支援基地の中だ。屋上にスナイパないようだ。行くぞ。物資の場所は反乱軍に伝えよう。借りは後で返してもらう。
敵が動いてる。ターゲットがいる。見ろ、武器ケースだ。敵をマークした。見つかるぞ、下がれ。サブマシンが思ったやつを見つけた。弾が頭をかすめたんだろう。狙われてるのに気づいたぞ。俺たちを探してる。静かにな。気づかれたぞ。クソ、交戦する。来てるぞ。二人目のターゲットを発見。
やばい、見つかった。気をつけて、タレットよ。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。平気？少し危なかったわね。俺のブーツに合うな。血の巣をつついちまった。配置につく。もっと狙いやすい位置に移動する。いい位置を探さないとね。ターゲットを捕捉。ターゲットはいない。繰り返す。ターゲットなし。了解。ターゲットを捕捉。狙えない。了解。ターゲットを確認した。ターゲットを逃がした。クリア。みんな大丈夫か？
操縦する。準備はいいか？撃て。分かった。車両を破壊。護衛車両を破壊した。車列に非走行車両がいる。厳重の守りは二流ね。車列に非走行車両が混じってる。撃て。コピー。車両を破壊。準備はいいか？分かった。攻撃しろ。敵に見られた。よくやったな。反乱軍に回収させよう。クソが。こっちは大丈夫よ。モンティヨックのサンタブランカ通信拠点の場所が分かった。そこの記録をハッキングして訓練プログラムを運営している指揮官の身分を調べてみて。ハックカタリに乗り物を頼んだ。戦闘用車両だ。
捕まってろ。俺が運転する。よし、行こう。準備はいいか。撃て。コピー。もうすぐ目標地点。中に入ったらメッセージログをハッキングして情報を確保する。飛行中。発電機を発見。奴らの明かりを消さないか。体調を確認。屋上に敵。屋上に敵だ。戦開始。ダウンロード開始。内容はボーマンに送る。ボーマン、こちらノマド。通信センターで入手したカルテルのメッセージログを送る。教官長の名前がわかるかもしれない。今受け取ってる。ダメね。連中のトップに関するのはない。でも面白い情報がある。奴ら捜索隊を出して脱走者を探してるそうよ。数日前に新入りが脱走したのね。まだ近くにいるかも。何が言いたい？彼が訓練プログラムを受けていればターゲットと接触している可能性がある。その脱走者が知ってると思うか？確かめましょう。
下がって敵に見つかる。シカリオがいる。ゴンテナの付近だ。下がって。落ち着け。マヌケどもにお見舞いしてやる。お前泣いてるのか。俺たちが来たことをボスに伝えろ。お前の相手はもっと大きくなってからしてやる。やめろ、伝える、許してくれ。伝わったと思うか。きっとちびってるわ。仲間にも笑い者にされる。反乱軍の反応が楽しみ。グレネードだよ、隠れて。グレネードだ、逃げろ。Por favor, abra la puerta.¡Alguien que me ayude! ¡Sáquenme de aquí, carajo! ¡Qué chingados esperan! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Cuidado, hermano! ¡No se vaya! ¡Somos gente de campo! ¡Déjenos ir! ¡Solo queremos ir con nuestras familias! マシンガンを持ったやつを見つけた。クリア、もう大丈夫だ。反乱軍に乗り物を頼んだ。よし、ヘリを用意したぞ。気持ちいいジャンプを期待してるわよ。ずいぶんと待たせてくれたな。クリア、みんな大丈夫か。武器ケースを見つけた。反乱軍に連絡しておく。みんなよくやった。
次はセルフサービスだって言っといてくれる？いや、こいつは使えそうだ。行こう。注意して、奴らは行く。奴らの幹部が逃げるぞ。攻撃を開始するわ。フラググレネードだ。はい。反乱軍にはもう少し我慢してもらうしかないか。行っていいぞ。準備はいいか。攻撃しろ。攻撃を開始する。カルテルのシカリオ部隊が向かってくるぞ。気に障ったやつを片っ端から処刑するつもり？よし、反乱軍に位置情報を送る。隠れろ。
モホコヨに隠された大量のコカインの場所をアントニオが吐いた。これが核の部分かもしれない。破壊してちょうだい。スナイパーを発見した。シカリオを二人確認。見えない。コカインの近くよ。三人目の敵だ。見つからないうちに下がれ。爆薬セット完了。おお、こいつはすごいな。一番でかい場所？間違いない。処分するぞ。接近中。中の女たちが見えるか。ランチョサバラにいた連中かもしれないな。あれが学校なら生徒はどこにいるの？ヘリが来る。伏せて、ヘリコプターよ。グレネードだ。くらえ。フラグだ。フラグだ。くらえ。行くぞ。ユニダットがカルテルに攻撃してる。
ブラグを投げる。やったな、撤収するぞ。ニディアフロレスの弁明シーンが見れたら最高なんだけどね。一番大きな保管場所を失ったんだ。穏やかには終わらないだろう。警報は片付いた。増援が来ることになるでしょう。ブラグだ、そこにスナイパーがいる。ターゲットを排除。クリア。アントニオの妻ガブリエラがカルテルと揉めてる。彼女を連れ出せば連中について私たちの知らないことを教えてくれるかもしれない。
ライトやスイッチがたくさんあるのです。アントニオの妻ガブリエラがカルテルと揉めてる。彼女を連れ出せば連中について私たちの知らないことを教えてくれるかもしれない。撃て。分かった。シカリオが向かってくる。一体どこから来たんだ。クズども、あいつら何なんだ。俺が運転する。気をつけろ、敵がいるぞ。警戒してやがる。ユニダットが反乱軍を攻撃してる。どうすればいい？Continúe la búsqueda.
A todas las unidades, comiencen el ataque. ことになった。カルテルの兵が来るぞ。移動する。ついてこい。分かったわ。行きましょう。カルテルのシガリオが戦いに加わるぞ。話さなければよかった。あんたたちのせいで殺される。心配いらない。約束する。昔は違ったの。出会った頃のアントニオはすごく優しかった。ラブレターもくれたわ。今時誰も書かないのに。けど彼は違った。私はからかったけど今じゃそれも笑えない。麻薬は人を変える。こんな生活してたら無理もない。生き残るには用心深くなるしかないの。そうしてるうちに未来が見えなくなってく。これはチャンスだ。あんたはやり直せる。住む場所は変えられる。見た目だって名前だって変えられるわ。でも新たな人生にはならない。立ち寄って挨拶しようか。ボーマンによるとペルーに出張しるらしいが、少し偵察するぐらいいいだろう。アントニオにはもう会えないわよ。二度と。今アメリカの刑務所に向かってて、そこで一生を過ごすの。この先70年毎日同じ壁を眺めて、同じ便器で用を足す。そして自問自答を繰り返し、最後に心が壊れる。彼はおしまいよ。でもあなたには選択肢がある。逃げたいなら逃げてもいい。もちろん通りを渡り終える前に殺されるだろうけど。私が何も知らなかったら。左右をよく見て渡るのね。
しにして。